今日はタラコのスパゲッティです。タラコとイカ、そうですね、もうおなじみの日本人なら誰もがみんな大好きな組み合わせだね。さて今日の味付けはね、日本酒と、めんつゆです。うんうん、めんつゆは少なめでパスタの茹で汁に、ビシッと効かせるみたいな、そうするとこういう味になるね。食感がうまいです。バッチリ。創業当時の渋谷の壁の穴を思い出す。壁の穴っていう、もともとは東急ハンズの向かい側にカウンターだけのお店だったんです。そこのね、その太めのパスタをね、こう大皿で主人がこう揚げてるわけよ。その時の味、今の壁の穴はちょっと麺が細くなっちゃったし、味が違いますけど、当時もそういう懐かし系な感じですね。まあそういうことで今日もパスタ作りました。じゃあまた、チャンネル登録よろしくお願いします。チャオチャオ。